なたは小学生の頃流行っていた遊びを今でも覚えていますか？地域や時代によって差はあれど、懐かしい遊びはたくさんあります。そこで今回の動画では、懐かしすぎる小学校の頃に夢中になっていた遊び7選をご紹介します。懐かしすぎる小学生の頃夢中になっていた遊び7選。1、教科書でパラパラ漫画。授業中、教科書やノートの片隅に何枚も絵を描いてパラパラ漫画を作りました。友達とお互いに作品の見せ合いっこもしましたね。退屈な授業中、描くことに熱中しすぎて先生に見つかって怒られることも。2、白線から落ちたら〇〇ゲーム。ルールは人それぞれですが、白線の上を歩いて落ちたら〇〇というゲーム、皆さんやりましたよね。白線から落ちたらサメに食われて死ぬぞなんてやっていましたが、死んでもすぐ生き返りました。3、木の机に穴を掘ってゴルフ。学校の木の机に彫刻刀で穴を掘ったり、コースを作ってゴルフゲームをしませんでしたか？ボールは消しゴムを小さく丸くして作って、ボールペンなどで弾いてよく遊んだものです。4、20分休みに本気でドッジボール。20分しかない休み時間で元気に外に出てドッジボールとかしてました。仕事中の20分休憩なんて、トイレ行ってコーヒー飲んで少し人生について考えて絶望したらすぐに終わります。子供の頃の20分って大人になってからの20分よりずっと長かったですね。5、一輪車や竹馬の猛特訓。授業の間の休み時間は一輪車や竹馬の猛特訓。みんなの熱が高まっている時期は用具の取り合いになることも。私は竹馬は乗れるようになりましたが、一輪車だけは最後まで一人では乗りこなせませんでした。6、 BB 弾を集める。公園などに落ちている BB 弾、よく集めている子がいました。集めるだけで満足してしまって、自分で使うことはほとんどなかった気がします。7、靴を飛ばして天気占い。明日天気になあれと言ってつま先に引っ掛けた靴を飛ばす。表を仰いで落ちたら晴れ、横を向いて立ったら曇り、裏は雨の占いです。もしも明日が楽しみな日だったら、天気占いも信じてドキドキしたり、自分の思いと違う結果になったらもう一度占ってみたり、懐かしいですね。いかがでしたでしょうか？あなたの思い出の遊びはありましたか？少しでもお楽しみいただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。